はい、こんにちは。中学受験さくらのチャンネルの滝谷直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、算数割合と比の10回目ですね。今日ね、割合の基本の10回目、帯グラフです。この中学受験さくらのチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。帯グラフです。下のグラフは N さんの家庭の1ヶ月の生活費の割合を表しています。さあ、生活費の合計は12万円でした。ね、さあ、12万円のうち食費、住居費、光熱費、遊び、ね、他というふうになってる。で、この時にね、これ10、20、30、40、50、60、70、80、90、100というふうにね、割合が表されていて、例えば食費だったら0から始まって40までですから、この時点で10、20、30、40、食費は40%だとわかるわけです。で、それで住居費はっていうのは40から始まって50、60、70と半分ですから、10、20、35、住居費は35%なんだね。で、そして75から始まって80、80、90、90で終わってますから、75から90ってことはこう5、10ですから、15%が光熱費ね、電気代、ガス代ということです。で、遊びは90%でその半分、95までですから、遊びは55%、その他が5%ということですね。だから12万円のうち40%は食費で使い、35%が住居費で、15%が光熱費で、遊びが5%、その他が5%ってなるわけです。さあ、そうだとすると、1番、食費は何パーセントで、住居費は何パーセントで、遊びは何パーセントですと、食費はね、0から始まって10、20、30、40ですから、これ40%です。じゃあ、住居費は何パーセントかというと、40で始まって50、60、75、ね、10、20、35%。さあ、遊びはっていうと、90で始まって95で終わりますから、5%ということになるわけです。じゃあ、2番。12月の、この月か。この月の食費はホニャ円、光熱費はホニャ円でしたと。さあ、これどうやって考えるかというと、生活費の合計が12%、つまり12万円、つまりこれが満杯の量、元にする量です。全体の量が元にする量12万円で、その12万円の40%が食費ってことです。全体12万円の40%パーセントが食費なわけです。外12万の40%、0.4倍が食費ですから、12万円の0.4のっていうのは掛け算ですから、12万円の0.4倍、12万かける0.4をすれば食費が出るわけです。レシが0、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 ニシが8、インシが4、小数点1個、4万8000円。これが食費です。さあ、光熱費はというと、光熱費は15%です。全体で、生活費全体の合計12万円の15%が光熱費なわけです。ってことは、15%っていうのは0.15倍です。つまり12万円の0.15倍、12万円かける0.15が光熱費ですよってことです。ね。0000025106。00001210000081、2個削って1万8000円。
光熱費は1万8000円だということになるわけだね、これね。はい、じゃあその次2番です。 M 市の図書館では6500冊の本を種類ごとに分けて、その割合を帯グラフにしました。さあ全部で6500冊の本があると。でそのうち物語、歴史、科学、美術、その他と分類したと。さあじゃあこれもね、先に問題やる前にやっちゃいますね。さあ物語は何パーセントかというと、0から始まってこの42、これ自分で読まなきゃいけません。これ実際にはね、こうやってもうちょっと細かく分かる、自分でこれ42だなって見てください。今日は便宜的に42って書いてあります。さあ0から始まって42ですから、物語は 42% です。半分近く物語です。さあ歴史はというと、42からスタートして50、60、63までね、これ実際にはこんな風にちっちゃく変わったよ、61、62、63で自分で見なきゃダメです。とすると42から63まで、63から42を引いた 21% が歴史だってわかるわけです。でちなみに科学は63から80までです。ってことは80から63を引いた 17% が科学で、美術は80から88ですから、88から80を引いた 8% が美術、そして88から100ですから、これは 12% がその他ですね。じゃあ1番、物語は全体の何パーセントですか。0から始まって42までですから、10、20、30、42、物語は全体の 42%。 さあ歴史は何パーセントか、42から始まって63で終わってますから、63-42の 21% が歴史です。では2番、歴史の本の数はほにゃ札で、科学はほにゃ札ですと。さあじゃあ歴史の本の冊数はというと、全体6500が満杯の量で、6500冊のうち 21% が歴史なんです。つまり21% というのは 0.21 倍ですから、6500冊の 0.21 倍、のは掛け算ですから、 6500×0.21、 00560025162130055631、小数点2つですから1365冊ですね。だから歴史の本の冊は1365冊あるわけです。さあ科学はというと、科学は 17% ですね。63から始まって80までですから、80-63 の 17%。ということは科学は6500冊の、ね、17% ですから、のは掛け算で、 17% は 0.17 倍ですから、 6500×0.17 は 0.17。00573535、3繰り上がって67412で45、00560011、小数点2つ削って1105、科学は1105冊だということが分かります。さあじゃあ3番、物語の本の数は歴史の本の数の何倍ですと。さあこれはね、物語の本の数を出す必要ありません。もうね、割合で出せばいいです。物語は全体の 42% なんです。歴史は全体の 21% なんです。だからわざわざ歴史の本を出さなくても、 42% は 21% の何倍かですから、よ、なんとかわーわるなんとかので、42÷21の2倍で構いません。本の冊数は出さなくても大丈夫。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。